い、どうも、ゼノダルクです。というわけで、今回は、急遽、コールオブデューティー、ブラックオプス、コールドウォーのアルファ版が、明日からね、皆さん、プレイ可能になるということで、まあ、早速、それに関する話と、あと、ちょうど本日、PS5 のゲームタイトル発表会があって、まあ、そこで今回の、BOCW のアルファ版が来るよっていう情報が出たんですが、みんな楽しみにしてるキャンペーンの動画もね、今回、アクティビジョンの方から初公開されましたので、まあ、そこもね、皆さんに紹介していこうかなと思います。まあ、まずね、気になるアルファ版なんですが、まあ、今回の先行プレイでは、某ウイルスの影響もあったので、まあ、初のね、オンラインでの先行プレイだったんですよね。まあ、こういう感じで、そのアプリとして、各個人の PS4 に入れて、まあ、やらせていただいたわけなんですが、まあ、見てもらったらわかる通り、ちゃんとこう、アルファ版っていう表記もされてあって、その、なんだろう、一般配布する気満々だったんですよね。今までのコールオブデューティの先行プレイだと、そもそもこういうアプリケーションが存在しなかったりとか、一番雑だったのが、コールオブデューティブラックオプス4なんだけど、その真っ黒背景みたいな、アプリケーションが真っ黒で表示されるみたいなこともザラにあって、やっぱまあアルファ版ってそんな感じなんですよ。もともとその、ね、ベータ版とは違って、一般配布するやつではないので、やれれば OK みたいなところなんですが、まあこういう形でちゃんとデザインされていると。まあそういったところを先行プレイ用に作ったこちらをせっかくだったら、まあ皆さんに遊んでいただきたいというアクティビジョンな粋な計らいで、明日からね、遊べるようになります。はい。でまあ日程の方がまさかの超超急で、アメリカ時間の9月18日午前10時から、20日20日の午前10時までとなっております。まあ日本時間に直すと19日の深夜3時頃ですね。まあちょっと1日ってなったら盛りすぎなところもあるんですけど、まあほぼほぼ、1日後みたいな感じで。ただまあアクティビジョンさんね、結構な頻度で、深夜2時からこうスタートみたいなことを例年だとしてましたので、まあ深夜3時と言いつつも、まあ2時頃からね、スタンバイしておくのが吉かなと。でまあ詳しいね、ダウンロードの仕方なんですが、今回事前ダウンロードが可能でして、9月18日の午前0時から、2時頃に、PS4 でダウンロードが可能となっております。こちら日本時間ですね。はい。なので、通信速度遅いとか、その毎回100時間かかるみたいな、そのネットが弱い方も弱者の方も安心してね、コールオブデューティー、ブラックオプス、コールドウォースタートダッシュすることができます。で、一応まあ事前情報だと、ありがたいことに 24GB ぐらいで、まあそのアルファ版がね、できるらしいので、まあ MW のアップデート1回分ぐらいですよね。だからまあ割とそこら辺もストレスフリーかなと、うん。そんなにだからね、これ用のためにそのアプリケーション開けといて、やらないといけないっていうこともないんじゃないかなと。ただまあこれちょっとね、怖いところが、先行プレイのアプリケーションがちょっと重くて100ちょいあるんですよ。119かぐらいあって、まあ多分先行プレイだからっていうところでいっぱい張り込んじゃってるのかなって感じなんですけど、どうなんですかね ?24GB が正しいのかな?まあワンチャンね、100GB ぐらい。いやけど、アルファ版で 100GB ってやばいよな。っていうところで、ちょっとね、私の中で葛藤してるところはあるんですけど、一応まあ私がやったのが 100GB ぐらい。で、今回は情報として、まあ 24GB ぐらいでできるらしいので、まあ皆さんね、覚悟しておいてください。で、あと、参加方法なんですが、そこもかなり、神的な対応で、PS プラス加入してなくても遊べるし、予約しなくてもね、その BOCW、今までだったら予約しないと、その先行的に遊べないよって感じだったんですが、今回はなくても全員参加することができます。いや、これすごいよね。なんかもう予約しなくてもやっぱみんなできるっていうそこがすごいいいかなと。ただその日本の都合上おそらくねクレジットがいるんじゃないかなっていう、一応今作ゾンビがめちゃめちゃホラーチックでグロテスクにもなってるので、まあ Z 指定なんですよね。まあ多分キャンペーンもグロいかなと。まあそういったところを Z 指定なんですが、まあ海外だと Z 指定でもクレジットとかいらないんですけど、まあ日本ではねその年齢確認としてクレジットカードが必要なので、ワンチャンねクレジットがいるかもしれないです。ただそのアルファ版の方にはねゾンビモードもキャンペーンも、今回入ってないので、まあマルチだけならZ じゃないから大丈夫っていうパターンかもしれないですね。 MW がそうじゃないですか。確かそのキャンペーンでもグロ規制のところをカットするかどうかのなんか選択が出てくるんですよ。このグロシーンをカットしますかうんぬんですかみたいないうのがあるんですけど、それをすることによって Z 指定に逃れたんで、まあそういったところちゃんとねそういう対策がされてあったら、Z 指定も逃れられるんじゃないかなっていう感じなので、アルファ版もねワンチャン、まあそのクレジットなしで、遊べるかもしれないです。まあ一応ねお父さんお母さんに相談して、ちょっとまあクレジットカード必要だよって、まあちょっと用意しといてっていう話と、あとまあブリプリカがあればね、一応クレジットカード確認ができますので、まあ一応ね100円バックされて実質無料なので、まあぜひぜひね、ブリプリカの方でも対応していただけたらなと。はい、といったのが一応ねアルファ版のざっくりとした内容ですね。でまあちょっとねブラウザバックされる前に最初に話しておきたいことがあるんですが、みんな MW で一旦練習してほしいなって感じなんですよ。一応まあ操作感とか BO シリーズならではのそのダブルタップとか、そのなんだろうな移動感なんですけど、その銃のブレ方とかリコイルが MW 要素強いので、
多分ね、MW 慣れしてやった方が、多分いいスタートダッシュ切れるんですよ。で、ツイッターでもね、話題になったんですが、溶け方、まあ、TTK っていう、どれぐらいの時間で溶けるかっていうのを測ってくれた外国人兄貴がいるんですけど、それが MW と BO4 の間ぐらいだったんですよね。だからその BO シリーズっちゃ BO シリーズの溶け方で癖はあるんだけど、MW やってから、ちょっと次回先やってほしいなっていう、操作感なんですよね。だからまあ僕もちょっとその、練習として BO4 やってみたんだけど、全然違うね、BOCW と。だから、多分 MW が一番ね、エイムも合ってくると思うので、まあスタートダッシュね、皆さんにはもうよりよく切っていただきたいので、ぜひとも MW でエイム合わせしてから、BOCW アルファ版ね、やってくれたらなと思います。はい、まあそんなこんなで色々と話したいことはあるんですが、キャンペーンの情報も解禁されてまして、まあちょっとね、背景で流すんですけど、いや見てくださいよ、これ。いや、マジですごいよね。一応 YouTube の動画なんで、30fps とかしか出てないんだけど、まあ、これが PS5 で 4K と 120fps でしたっけができるらしいんですよ、PS5 だったら。だからまあモニターがちょっと対応してないのが大半なんで、まあ、オーバースペックというか、なかなかね、そこにたどり着くことはできないんだけど、一応まあ 4K と 120fps がこれでできるんで、まあ、PC でもできるのか、できるんで、いや、すごいよね。いや、ほんとになんだろう、近未来すぎる。だから、MW でもすごかったじゃないですか、画質とかさ、そこら辺。それがさらに PS5 で進化ですからね。まあ、パッと見 YouTube のその動画の画質設定的に対応はしてないんよ。その最強画質が。してないんだけど、まあまあ、これの対応できるモニターと PS5 があれば、いや、やばいよねっていう話ですよ。でさ、これキャンペーンのやつも今までと違って、こう敵を盾にしたりとか、その銃弾を防いだり、まあ、フラグをつけてこう突き飛ばしたりと、今までそのキャンペーンのイベントでしか起こりえなかったのが2位でできるってなると、いや、マジでその戦略の幅というか、神ゲーよね。もうこれ見て、あ、やっぱ今作は買いだわってなりましたもん。いや、本当にキャンペーンに関しては、マルチエンディングも今回搭載でしょ？だから多分今までのキャンペーンで一番やってて、その面白くなってくるんじゃないかなと。まあ、ストーリーはね、まだやってないから、ちょっとわからんところもあるんだけど、マジでそこら辺楽しみ。はい。まあ、そんなね、こう、ワクワク感がこう、溢れるような発表会だったんですけど、PS5 も、やばくて、もうすでに出回ってるんで知ってる方も多いと思うんですが、5万切ってるんですよ、値段。やばくないですか？だってもうスペックも確かさ、10万円ぐらいのゲーミング PC ぐらいを言ってたって情報なんですよ。だからその6万とか7万覚悟だったんですけど、まさかの49,980円と39,980円ですからね。いや、もうやばいよね。なんかなんか言葉出なかったもん。安って言いましたもん、僕画面の前で。多分これで初めて聞いた人も安って言ったはずなんですよ。ほんと安いんですよ。あ、ちなみに、高い49,000円の方が、ソフトも対応してて、39,000円の方がダウンロード専用ですね。だからその無駄な機能を落とした代わりに値段もコストダウンと。で、それすごくないですか？だってぶっちゃけ海外だったらディスクがほとんど売れてないんですよ。もうダウンロードが一般的になりつつあるんですけど、だってディスク対応してプラス1万だったらいらんじゃん、その機能。で、それだったら値段下げてくれって感じだと思うんですけど、それをちゃんとね、対応してるわけなんですよ、今回ソニーさんが。だから本当に今のニーズに合ってるんで、さすがなんかそこはソニーさんだなっていう。で、ちなみにその PS5 自体、なんか赤字ギリギリらしいんだよね、その本体価格的に言ったら。あの金額帯で、このスペックは正直金額ギリギリらしいんだけど、PSN ってあるじゃないですか、月額で入ってるやつ。まあ、あれが儲けに儲けてるから、その PSN 売り目的で PS5 を売るらしいので、まあ、多分そこの金額はね、抑えたらしいんですよね。だから本当戦略上手というか、ね、月額制で金取るから、まあ、本体価格安く売るよみたいな、そこすごい理にかなってますよね。だからスマートフォンとか皆さん絶対必要じゃないですか。だからスマートフォン0円で売って、通信速度だとか、そのアプリダウンロードすることに例えばお金取るとかやったら、まあ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 、元取れるんじゃねえかみたいな感じですよね。いや、本当にすごい。だから PS プラスっていう、またまあ別でかかってくる金額のやつがあるんですが、あれもね、確かラインナップとしては BF1 があったりとか、ブラッドボーンがあったりとか、その PS5 画質で、それが無料で遊べるよみたいな、すごいラインナップで、もうそこら辺もすごいよねって、確かフォールアウト4もあったかなっていう感じで、本当にね、なんかソニーさんというか PS5 が楽しみ。なんか今回コールオブデューティーよりか僕 PS5 に話したいんだけど、多分まあ皆さん的にコールオブデューティー聞きたいんで、ここら辺にしといて、まあ何はともあれアルファ版ですよ。まあ先行プレイね、見ていただいたらわかる通り、その普通にアルファ版ながらクオリティは高いので、まあ、ある程度ね、そこら辺楽しめるんじゃないかなって思ってるんですけど、一応言っておくと、アルファ版なので、まだ開発途中なんですよ。だからそのボリューム数とか、まあ、グラはもちろん良くないんですよ。SRとか出たら2種類だけとか、アサルトライフルメインで一番人気のアサルトですらも3種類しかないので、ボリューム数で言ったらちょっと少ない感じではあるんだけど、そこら辺はちょっとまあ目をつぶっていただいて、まあ、コールオブデューティーならではのそのマルチ自体をね、あ、こういう流れなんだとか、あ、こういう操作感なんだっていうので楽しんでいただけたらなと、思っております。まあ、それぐらいかな。あとはまあそのアルファ版がそのどんな感じのモード展開していくか把握はしてないんだけど、まあ、12対12のそのグランドのパチモンみたいなルールは本当にクソモードなんでやらないでほしいなってのと、あと夜マップも正直微妙な感じでしたね、僕がやった時は。本当に砂漠マップと市街地戦だけはもう本当に楽しくて、まあ、動画でもね、そこメインで紹介
はしてるんだけど、正直夜はちょっと見にくい。で、かつ、グランド王に関しては、まあ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 っていう、MW の方が楽しいなって感じでしたね。なんだろう、その先行プレイだからかもしんないんだけど、12対12なんですが、拠点の確保数が、6拠点あるんですよ。12対12なのに6拠点ですよ。多くないですか？で、さらに戦車とか機銃もあったりとか、乗り物もいっぱいあって、やっぱ僕らがやりたい COD はそれじゃないんだよっていう。まあ、グランド王ですらも、その乗り物なしルールってもう、デフォであるじゃないですか。まあ、今ないのか。ね、もう海外だったらもう戦車があれにあれで弱体化しまくって挙句の果てに消えるモードが出てくるみたいな。だからそれがやっぱニーズだと思うんですけど、まあそれをね、なんか無視したか知らんけどもね、先行プレイの方では12対12のグランド王ではね、乗り物いっぱいあってみたいな。いや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 、失敗学んでないやんけみたいな。歴史を繰り返す、ノンユアヒストリーみたいな感じなんですよ。はい。ということで、ちょっとね、そこら辺はひどかったので、先行プレイでも一応まあ、マップを選んだりだとか、モードを選んでいただいて遊んでいただけるとすごい嬉しいかなと。うん。ネガキャンしないで済むんでね。はい、そういったところね、まあぜひぜひ皆さん、先行プレイ遊んでいただけたらなと思います。はい、ということで、これからもね、コールオブデューティー、ブラックオプス、コールドウォーの動画ね、上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ、通知が届くにチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。